お忙しい中、関西マスターズ、お集まりいただきありがとうございます。関西マスターズというのは、まあ、1年間、関西フットゴルフツアーで、皆さんで、切磋琢磨しながら盛り上げていただいて、その中で上位選手が最後に、まあ、初めてのマスターズで初めてですよね、はい、はい、ということでマスターズ決めようということで関西初代チャンピオンを決める大会として、開催させていただきます。上位選手で、この特別な大会をするにあたって今回ソフィアクリスタル様から特別なトロフィーを用意させていただきました。こちらでございます。素晴らしい、拍手。はい、皆さん、準備してよろしくお願いします。2022年フットゴルフ日本代表の三久保修太です。優勝して関西選抜になり、あとは関東選抜とか他の選抜にチームに勝てるように頑張りたいと思います。フットゴルフ界のダービーキングこと松田直樹です。よろしくお願いします。いきます。今日はしっかり優勝して賞金とかいただいてみたいと思います。どんなもんじゃい。はい、サガリの膝爆弾こと真壁です。はい、本日は優勝目指して頑張ります。お願いします。辻本亮です。よろしくお願いします。あの関西マスターズということで、なんか関西のもうすごいフットゴルファーの中に呼んでいただいたので、優勝してお米もらいたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、つか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 大塚です。スカットチャンネルの大塚と申します。よろしくお願いします。まあ、初めての、マスターズということで、まあ、この第1回、まあ、優勝をして自分の名前を刻みたいっていうのと、あとはもうこの大会がずっと語り継がれるような大きな大会に、そんな伝統的な大会にしたいなと思ってます。今のキックは一打目。いや、今日運あるよ。だってあれ本当だって横行って下まで行かないもん。そうですね。今日はなんかそういう悪い時も、はい、いい方に転がるっていう時大事にしなきゃいけない。はい、そうですね。よし。いや、 T シャツ？来た、来た。来た。はい、ナイよ。はい、どんなもんじゃい。カモン。さあ、もう、空気は止まったよ。ストップ。
カモン。うまい。うまい。どんなもんじゃい。いいよ。イーグル。頑張れ。うーん。どのもんじゃい。頑張ろう。行オッケー。よし。いい。残った？いいんじゃないですか。まぁ、あ、ちょっと最後の9ホール目でバーディーがあったんですけど、まあとりあえず9ホール中8ホールバーディー以上だったので、まぁ、あ、ちょっと集中し直して、はい、まあ、日没ちょっと心配ですけれども、まぁ、あ、みんなファストプレーで意識してやってくれているので、まぁ、あ、なんとか18ホール成立させたいなと思います。まあ、その中でね、まあ、一球一球本当に集中して蹴れてるので、はい、続けたいと思います。はい。はい。はい。うん、さあ、ナス。カートに飲んだよ。だる。いいんじゃないですか。もうちょっと浮かしたかった、本当は。スーパー。ありがとう。
次イーグルやん、はい、まあ、まだ分かんないけど、はい、これ取ったらまあ可能性高くなる、取るの大会や、はい、サッカー選手みたいなキックっすね。足おかしかったっすね。さあ、うい、さあ、スーパー取ったか。取ってました。今のはどんなもんじゃい。ボールここで当てるんだけど、自分がこっちから行くから、ロビカルと一緒なんだけど、そこをあの T 上げてるから、右下をもうこう、でもこのこっちの回転をそう使うの。フォロースルーで、そうそうそう、で自分の体がこっち行ってるから回転がこう、あいやー、待ってよいしょ、すごい最初だったんで、あれだ、止まらんな。お？え？思ってるわ。うわー、いっすいや、目つぶって蹴ったもんね。ナイスバディー。すごい調子いいキックやろ。強い、そんなことない。おお。おい。うん。よし。バリー。もう全然。ジーイエス、そう、一番ちょっと見せたいな。四番ぐらいですね。そう言ってる。いや、めっちゃ行くな。ごめん。おー、いや、あの弁当箱に見せる。次、あんな行くんですか。あんな行くの。うん、今日4番で4番で4番で4番やけど、アルバトロス届けに来よ。ありえそう、ほんまにありえそうです。まあいいんじゃないですか。わからんか。ボールパンクしてる。マジっすか。ボールパンクしてる。ボールボールパンクしてるよ。バーディートライになりました。え？今空気よ。空気よ。おもろ。うまっ。バディ。最後の方が良かったっすね。確かに。やば。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで、表彰式に出場させていただきたいと思います。第3位から行かせていただきたいと思います。イレブンアンダー三久保修太選手、おめでとうございます。はい、ではこれ
はオリンピックとか今どうなってるんですか。自分でつけるんでしたっけ。もういいです。おはようございます。そして第2位、12アンダー大人気 YouTuber、 大人気 TikToker の、そして日本代表を目指し一緒に頑張っています辻本亮選手、おめでとうございます。先にお目だるからありがとうございます。はい、いや、銀色を入れてますね。お、取ってますね。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。僕と取ったのとソルトで。はい。はい。2位の三久保シュート選手、これどっちか選んでください。すき焼き用の佐賀牛か、あ、りょうか、そう、りょうか、りょうか、はい、お米、ごめん、欲しかった。あそうそうね、言ってたんですもん。優勝してお米もらいたいと思います。でもすき焼き用のオープニングで言ってもうたんで、はい、肉でお願いします。はい、ありがとうございます。やった、ありがとうございます。さあ、三久保シュート選手どうぞ。おはようございます。関西フットボールマスターズ2022、優勝は驚異の18アンダー、全部バーディーということですね。18アンダーの加藤のびろ。はい、八百長も何もございません。しっかり決めました今日は。八百長なかったと SNS で言って言わせたんだ。それ大事。はい、じゃあ、チャンピオンの加藤選手にはまずソフィアクリスタル様より、チャンピオンのトロフィークリスタルトロフィーです。優勝のチャンピオンメダル、はい、ありがとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。僕がノブさんのサイズですか。はい、もうぴったりサイズなんで、はい、大丈夫です。見ないです。もう本当はいいじゃん。確かに、もう全然全部乗せ、全部乗せ、全部乗せです。皆さんお疲れ様でした。正直ちょっと今日はいつもよりパッドが入って、いい流れに乗ることができたんですけれども、やはりあのジャパンツアーでやるとそれが入らなかったりとか、非常に苦しんだりしている中で、この今日の、高スコアを、ジャパンツアーでもやっぱり関西でジャパンツアー出てる選手何人もいますけれども、しっかり関西から、ジャパンツアー優勝できるようにっていうのを目標にやっていきますし、また来年もしっかりもっともっと魅力ある関西ツアーにしていきたいと思いますので、皆さんぜひ、一緒に盛り上げていっていただけたらなと思っております。またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。嬉しいね、はい、見てめっちゃかっこいい。